いよいよ黒森峰との試合だ。千葉山学園の後輩、この一戦にあり。みんな全国大会の雪辱を果たそう。了解、やります。今回も跳ね返してあげるわ。せいぜい頑張ることね。はい、さっきの全国大会では不甲斐ない戦いをしてしまい、面目次第もございません。いや、こちらこそよろしく頼む。みんな、この戦いで何をすべきか分かっているな。もちろんです。この一戦、全車両による一斉突撃で突撃的制圧を敢行してみせます。機動力を生かした電撃的突撃を行った上で、反動兵力による追い突撃をするであります。うむ、状況に応じた突撃を敢行すれば勝機は我らにあり。みんな歯を食いしばれ。了解、やります。相変わらず突撃しか考えてない。どうした、エリカ。いえ、何でもありません、隊長。さあ、行くぞ、特艦。ルールはフラッグ戦。相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。私、様々な可能性を鑑みましたが、ここは突撃するしかないかと。それでは、試合を始めます。交代しろ。に格上も格下もない。勝利した方が強者ということだ。見事な戦いぶりだった。恐れを知らぬその勇敢さ、圧倒された。ありがたいお言葉、痛み入ります。しかし次に戦う時はこうはいかない。今度はこちらが圧倒してみせる。はい、こちらも戦力を増強し迎え撃たせていただきます。増強でありますか。増強、三式中性子あたりを導入するのかしら。試合上の制約はあるが、お医者を用意するという手もある。いえ、97式中戦車チハと9号式軽戦車にさらなる装甲を加えようかと。大賛成であります。さすがにスキヌヨ隊長、素晴らしい計画であります。まあ、スキヌヨ隊長、
魂、チハあってこそのチハタンなのです。4戦目も勝利であります。まさに破竹の勢いであります。我々の突撃に相手はキリキリ前であります。これなら次の試合も勝利確実なのであります。ああ、しかし油断は大敵だ。次は最後の試合、さらに突撃の質を高める必要がある。了解であります。伝説の温泉卵まであと一つ、無理であります。そういえばそんな話もあったな。先制突撃からの